マルサンホビー動画チャンネルです。グッドスマイルカンパニーノンスケールプラモデルキット、モデロイドシリーズマドックス01になります。こちらの商品は、メーカーの方でこちら後ろにある写真は塗装を組み立てしたものになります。こちらの、写真のところにいろいろなこうオプションやバージョンを変えるときに使う部品などが入っており、組み合わせでいろいろ楽しむことができる、プラモデルキットになっています。そして、中に入っている、プラキットはこちらの方になります。色プラになってますので、組み立てただけでほぼパッケージに近い色の再現ができるようになっております。こちら の、 羽の先につくオレンジ色のパーツや背部ユニットやこのマニピュレーターのパーツなどがここに入ってます。あとこちらが関節の、ちょっと濃いめのパーツに色のパーツになります。でこの辺も関節の濃いめの色のパーツや、あと背面ユニットや腕や足などのグレーのパーツが入ってます。でこの辺が足の、グレーパーツと、羽のところのグレーパーツになります。でこちらが武装の、濃いグレーのパーツや、あとこちらにコックピットの、パイロットの頭部パーツが入っています。そうですね。でこの辺も後方の、グレーパーツになります。こちらも、腕などの後方のグレーパーツになります。この辺が、ジョイントとか関節の部分などになります。こちらには武装や背面ユニットのホバー展開時や、あとこういうベルトリンクのパーツなどが入っています。こちらは、オレンジ色のパーツと、あと胴体のところなどに使うグレーのパーツが入ってます。こちらが、頭部やあとフレーム、あと、このカメラのところの、このクリアパーツはグリーンに塗られているものと、あと透明なものがありますので、これはお好みに合わせて使用してください。こちらの方に、ナンバーのデカールが入ってます。あと、大型ガトリングなどの機関砲などのこのベルトリンクは柔らかいこうラバー製になってますので、こういうグニグニこう動くようになってます。部品はこれで以上です。でこちらの方が、組み立て説明書です。で、まず開いていきますと、こちらの、写真と、あとデカールの貼り方などが書いてあります。次にこちらが部品図になります。で次に組み立ての注意書きが書いてあります。で組み立ての方はまず胴体の方から組み立てていきます。胴体の芯になる部分をまず組み立てていきまして、そこに、胴体の走行をセットしていくようになっていきます。そしてこちらの方に頭部のパーツの方を、作っていきまして、で頭部パーツを胴体の方にセットしていきます。で次に腕の製作になります。腕はまず、左右通常タイプの方を2個同時に作っていきます。次に、右腕の武装タイプの方の、腕を組み立てていきます。でこちらの方には、対戦車ミサイルがつくようになっています。で次にマニュピレーターの方で武器持ち手右と武器持ち手左手で、こちらが、下のがナックルガード展開時用の右手首のパーツで、次に
同じく、ナックルガード展開時の左の手首パーツを作っていきます。で、右の、黒のパーツの方は、閉じた状態と開いた状態を、どちらか使えるようになっています。で、次に、肩関節のパーツの、右と左を組み立てていきます。そして、肘パーツの、右と左を組み立てていきます。そして、腕の方のまず右の、通常版か武装タイプどちらかを選択して作っていき、マニピュレーターの方も、クロータイプかどちらかを選びます。で、左腕の方を次に組み立てていきます。そして、次に足のパーツを作っていきます。まずは右足を作っていきます。膝関節とあとももや股関節などを作っていき、あのふくらはぎの部分のパーツとあと足首のパーツを作ったものをセットしていきます。左足も同じ要領で組み立てていきます。次に、背面ユニットの組み立てになります。で、こちらの方を、作っていくにあたりまして、ここの、右側の方の、パーツの方ですけど、これが大型ガトリングガンを使う場合とあと 12.7mm、機関砲を使う場合とパーツの選択になってますので、こちらをまず選んでください。で、大型ガトリングの方を使う場合はこちらに支持用のアームのパーツを使うようになります。 12.7mm の方はこれを使わないでこの A の2番のパーツを使います。で、次にホバーユニットを閉じた状態のものを組み立てていきます。で、次にこのホバーの、展開した状態のものも作っていきます。で、まずは閉じた状態のを背面ユニットにセットします。で、次に、右主翼の組み立てです。主翼の関節パーツを作りまして主翼を合わせていきます。そこに、スタビライザーやあのオレンジ色の羽の先の部分を作っていきます。で、次に主翼の左を作ります。これは先ほどと同じ要領で組み立てていきます。で、スモークデスチャージャーを、2組作ります。で、次に、35mm オートカノンの製作になります。こちらの方は、断層の方がこのマガジンタイプかベルトリンクタイプの方かどちらか選択できるようになってます。次にこちらが大型ガトリングの組み立てと 12.7mm の機関砲の組み立てになります。そして今までできました、胴体と両手両足あと背面ユニットとあとこの主翼 とあとスモークデスチャージャー、こちらの方をあの取り付けまして、本体の方のまず完成になります。次に、こちらの方が、そのホバー形態への変形の説明書になってます。まずはこの背面ユニットのこの下のパーツの方を展開時の方にセットし直します。で、主翼の方の、パーツから、この翼端のパーツとあとスタビライザーのパーツを、この曲がった方と展開時の方に、変えていきます。そして次に、本体の方から主翼を、引き出していきます。で、次に羽の方を上に向けていきます。そして背面ユニットを、少し後ろの方へこうこの方向へと、引き出していきまして、で、足を、この、イラストの状態に畳みます。これで、ホバー状態の完成になります。次に、腕の、ナックルガードの展開の方になります。これは通常のマニピュレーターを外しまして、この、ナックルガード展開用の手首をつけます。そしてナックルガードの方を前へと引き出すと完成になります。次に、35mm オートカノンの方は、左右の方にグリップを持たせることができるようになっています。で、大型ガトリング砲の方は、まずは、収納状態の状態でまずこちらが取り付けずになります。まずはこの、パーツの方の、このベルトリンクやあとジョイントの方を
こちらのマドックスの方の背中の方にセットしていきます。で次に、展開時の時の、使用方法になります。まずは大型ガトリングを、アームから外しまして、このジョイントのパーツを1回外します。そして、再度、取り付け直しまして、でガトリングガンの方を、下の方に下げていきます。そしてグリップを持たせて完成になります。で 12.7mm、機関砲への換装の仕方はですね、こちらのまず背面ユニットの方のパーツをチェンジしていきます。そして右腕のところについてます対戦車ミサイルの方を外しまして、 12.7mm の、ガトリングガンとこの手首のパーツのところの、形の違うものをセットし直します。そして、この後ろからベルトリンクの方の、ベルトを本体と機関砲にセットして完了になります。はい、これで以上になります。グッドスマイルカンパニーのモデロイドシリーズの新製品も出ましたら、どんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。